客様が。お待たせいたしました。おせい殿ではないか。久しいの。山野辺様、ご無沙汰いたしました。お元気そうで何よりでございます。すっかり年を取った。そなたをおぶってあやした頃が懐かしいわ。あの頃はわしも一等歳も若かった。で、飯田屋は何用で。父が生きておりました当時、剣術修行の旅をしながら在所で珍しい薬草を仕入れては、江戸や各御城下に下ろしてここをしのいでおりました。そうであったの。それが今では私のなり合いに。ちょうど信濃に参りましたので、山野辺様のお顔が見たいと。そうか。で、宿は決まっておるのか。あ、いえ。ではここに泊まれ。わしは妻も死んで一人だ。昔話もできるの。2、3日に最初回りますが、戻りましたらお言葉に甘えて。うん。ところで、大峰の前期が生きておったのは聞いておるか。え、上田藩に捕らえられていたが、そこを脱走したそうだ。剣のごとき殺人剣。あやつが野に放たれたとなれば災いが起きる。いや、もう起こっているやもしれん。やつを止められるのは門戸の助のみ。まこと一等妻を殺したのは門戸の助であろうか。門戸之助が師匠を切った。そんな。門戸之助は崖から落ちて死んだ。おせいさん、怪我したお侍さんから預かった。お侍さんとどこで。今しがた、そこの神社で。本当の助様、本当の助様、本当の助様。わしにはどうしても門戸之助が一等妻を切ったとは信じられんのだ。あやつが死んだとも信じられんのだ。そなたとて信じておるまい。私も門戸之助様はきっとどこかで。まさかそなた諸国行商の旅は。もし無事でおるならきっとわしを訪ねてこよう。その折には真実を聞こう。そして伝えよう、そなたのことをな。はい。
なぜあの男の後に続くのです。武士の本懐たる仇討ちを見ようという男の後は。姉上、たまたま向かう方向が同じなだけです。慎太郎こそどうして土屋様の後を歩いているのです。それは姉上に従っているだけです。しないじゃないか。若様、大事ございませんか。ありがとうございました。私は絵馬馬の城、これは友の左平次と申します。ありがとうございました。ご城下手前に宿を取りました。さあ若様。さあ。では馬の城様も仇討ちの旅を。奇遇ですね。あなた方もそうとは。どちらのご家中なのですか。大和郡山本田家家中でございます。大和郡山の本田様といえば確か先年。はい、幼少の殿が見まかられ、お世継ぎがございませんでしたので、お家は断絶となりました。それなのにどうして仇討ちの旅を。あれは殿が亡くなられ、丹波篠山藩主松平信峰様が白受け渡しにお見えになる前の晩でございました。藩剣術指南役林亀之助にござる。ここをお分けくだされ。ここをお分けくだされ。亀之助か。旗奉行絵馬治部衛門じゃ。これまで何をしておった。拙者他国に他流試合に参り、これを破り藩の名を挙げてまいりました。しかしそのため不覚にもこたびの大事を知りませんでした。ここをお分けくださいませ。明日城受け渡しのご使者が参られる。目録等に間違いがあればご加盟の恥。よって今宵国元にあるものはすべて城にて用を明かし、何人も門を通さぬが決まり。遅れたはお主の不運。立ち去るがよい。それが藩の名を挙げた剣士に対する仕打ちか。決まりは決まり、どうにもならぬ。立ち去れ。これ自分の。旦那様はお務めを果たされただけでございます。それを。
之助。俺は貴様に剣士としての面目を潰された。分配金さえもなかった。しめっと俺に勝つ気か。その林亀之助なる者は使い手なのですか。水源流随一の剣士と。居所は分かってるのか。縁者がこの飯田藩にいるとの噂を聞き、それで参りました。何としても旦那様の恨みを晴らす覚悟でございます。羨ましい。私たちは相手の名も知らない。慎太郎、生姜汁のおかげで熱も落ち着きました。若様どちらへ。外の空気を。見事だな。これはお恥ずかしい。いいえ、綺麗な絵。汚れがみじんもない。透明でどこまでも澄んだ心のままの筆だ。覚悟を決めてるのか。逆です。逆？私は子供の頃より剣術が苦手で、美しい花や景色を目で絵を描くことに夢中になっておりました。ゆくゆくは刀を捨て絵師で身を立てられたらと願っておりました。仇討ちせねばならぬ身となっても、こうしていると俗世のことは何もかも消えてしまうのです。では父が林亀之助に取った処置は正しい。そんな父を切り殺すなど許せることではありません。でも私の腕ではかの者にはとてもかないません。どうしても戦わねばならぬのか。仇討ちとは必要なものなのか。若様、まだそのような気の弱いことを。ご一族様にも仇討ちが済むまで帰参はかなわぬときつく言われてるのですぞ。帰参とて国はもうない。いえ、無事本懐を遂げたならご一族様が必ずや士官の口を世話すると申されております。わかったわかった。さあ消えます、お部屋へ。仇討ちが無用などというここにも腰抜けがいたか。若様は腰抜けではない。あ、お許しくださいませ。慎太郎、すまぬ。土屋様、私に稽古をつけてくださいまし。何、亀之助は使い手、私では叶いません。お願いでございます、私に稽古。断る。なぜですか。俺も仇討ちなど無用と思うからだ。馬之丞殿はあれほどの絵を描かれる。願い通り絵師になるべきだ。土屋殿、まこと
馬の城殿の幸せを願うなら仇討ちなどやめることだ。叔父上、仕官は難しいと申されるか。お家剣術指南役の山野辺様は高齢のため間もなく隠居、次の剣術指南は私にと国家老の叔父上自らが申されたのではないか。そのためいろいろ物入りと言われたゆえこうして。殿がの隠居はならぬと仰せなのじゃ。老太めその気になりよっていかがした。山野辺を切ってくる。ならぬ。まさか俺が負けるとでも。誰ぞに見られでもしたらこのわしにまで咎が及ぶわ。ならば全員切ってくる。何？叔父上、俺は必ず将軍家剣術指南役になる男だ。本当？それには御前試合に出て柳生を倒せねばならぬ。そのためにはまずこの藩の剣術指南役となる。大和でもようやく名が広まってきたというのにお家がなくなってしまった。これ以上邪魔する者は誰であろうと斬る。待て、待たぬぞ。なれば俺が斬ってやろうか。誰だ。国家老の畑野殿だな。何者じゃ。大峰の前期、資格を生業としておる。どの藩も五十役ともなれば邪魔な輩の一人二人はおろう。そやつを消すのが仕事。俺なら足はつかぬぞ。せっかくだが断る。それは無理だな。俺はもう話を聞いてしまった。俺に任せるよりあるまい。ならば口を封じるまでだ。前期とやらいくらだ。そいつをもらおうか。山野辺はあやつに譲りましょう。しかしあやつは山野辺殺しの下手人として俺が斬る。なんと。止めても無駄ですぞ。叔父上と俺はもう一蓮托生。何としても剣術指南役にしてもらう。カメロスケ。ザーザー。マサ。ヤヤヤヤ。左平次さんお強いんですね。ご病弱だった若様をお守りせねばなりませんでしたので、見よう見まねで焚き付けの薪を振っておりました。陳太郎、よかったではありませんか。いいお相手ができて。まだまだ来い。じゃあ、thank you.
前期。生きていたようだな、ジーン。ごめん。ごめん。出てこい。貴様が切ったのか。そうだと言ったら。できるのは何者だ。山野辺先生に世話になった者だ。なぜ切った。俺が来た時にはもう死んでいた。奉行所には俺から届けておこう。俺は土屋門殿助。貴様の名は林亀之助。国家老旗の内記の屋敷にいる。いずれ相まみえようぞ。御城下へ亀之助の探索に行ってまいります。若様、まだ熱がございますので。はい、見つかるといいですね。指南役が一刀のもとに殺されるなど藩にとっても不面目。山野辺の死は内々に処理することになった。では剣術指南役は、あとは重役たちを納得させるだけだ。今しばらく待て。それよりの、そちが国元を出る折り切った絵馬自分絵本のせがれが仇討ちに出たと聞いたが。はい、一匹帰り討ちにしてくれましょう。きっとじゃぞ。これ以上厄介事はごめんじゃ。
屋様。では土屋様のお知り合いが殺されていたところに亀之助が。あの男の腕前は尋常ではない。お前たち二人では到底無理だ。しかし仇討ちを諦めることだ。いえ、そんなわけには参りません。とにかく若様に。わしが旗のじゃが、ご貴殿は？土屋紋殿助と申す。で、ご用途？私はかつて山野辺玄斎先生に世話になった者。昨夜道場を訪ねたところ、先生は何者かに切られてお亡くなりになっておられた。聞いておる。そしてその場に林亀之助と名乗る男がいて、旗野殿のお宅にいると。何？亀之助とはどう言った？わしの甥じゃ。その方、亀之助が山の上を切ったと申すか？いえ、私もいささか剣術をたしなむ身、人を切ったか否やぐらいは分かります。旗野殿は亀之助殿があの場にいたわけご存知あるまいか？そんなことわしは知らん。では下手人に心当たりが。いや、知らん知らん。とにかくわしも亀之助も山野辺が殺された件とは関係がない。帰ってくれ。さ、帰ってくれ。若様、まさか仇が。はい。馬之丞様はご自分も探索してくると申されて先ほど。左平次さん、慎太郎、土屋様は。さあ。心の臓の病ですね。どうしてこんなになるまで放っておいたんです？助けてください。この通りです。助けてください。困ったわ。今五条家の稲葉さんに荷物全部置いてきてしまったんです。あ、わかりました。薬取ってきます。いいですね、このまま動かさないでくださいよ。はい。様、はあ、
若様。これは左平次さん。馬の城様。馬の城さん、仇が見つかったんですよ。そうですか。左平次、よかったな。何を言ってるんです。早く良くなって無事本懐を。左平次。はい。私が死んだらお前が今馬の女王名乗れ。若様。不甲斐ない主でさぞ腹を立ったことだろう。今馬の女王となってお前の好きなように生きるがよい。若様。若様。お勢様、お医者様を連れてきたんですが誰もいなくて。左平次。左平次、馬の城さんの名をもらったのだ。馬の城を名乗って仇討ちするか。わからないのです。私のせいです。我が様の体のことを考えず無理ばかりさせた私のせいで、若様は。私は間違っていたのでしょうか。仇討ち仇討ちと若様を責め立てた私は。間違ってなどおらぬ。お前は間違ってなど。お前は間違ってなどおらん。土屋殿。武士にとって主君や親の仇を討つのは本懐だ。だがそれがまこと人としての幸せかどうかは別なのだ。馬の城殿は絵師として生きていきたかった。馬の城殿の生涯にとって仇討ちは無用だったのだ。若様。
ウマル城殿の威圧を持って大和へ帰れ。そしてウマル城殿が愛した美しい景色が望める場所に葬って差し上げるんだ。それがお前の人としての道だ。はい。馬の城は死んだのか。お前はこれで手間が省けたな。何をこれで仇討ちはしまいだ。やったところで、あの馬の城では同じことだがな。俺に殺されなかっただけ幸せと思え。やる気か。中間が義理立てして死ぬこともあるまい。私は私が死んだらお前が今馬の城名乗れ。今馬の城となってお前の好きに生きるがよい。私は何だ。私は馬の城だ。おお、中間にしてはなかなかやるな。だがそこまでだ。抜け。肩をつけよ。お主と戦う言われはない。俺にはある。俺はこの剣一本で天下を取る将軍家剣術指南役ならば、俺の前に立ち塞がる者、腕の立つ奴は全て切り捨てて。愚かな。何。剣を磨くのは人として己を磨くことだ。ただ強ければ良いというものではない。それが分からぬ者にこの国の剣術指南は務まらぬ。ふざけ。一番強い者が剣術指南となるのだ。抜け。抜かねばこの小僧を斬るだけだ。いいのだな。小僧、さらばだ。やむを得ぬ。
山野辺先生を切ったのは波多野の叔父が雇った男だ。大峰の前期とか言ったな。どこにおる？逃げた。何？あの男もいずれ俺が切ってやる。資格を使い山野辺玄斎を殺害した件明白となった。ご同行願おう。これは指名である。お寿恵様、そろそろ。久しぶりに人を切りたくなった。もう人は切らないと約束したじゃないか。もう俺は長くはない。命を大事にしろ。武士と勝負がしたい。是非に及ばぬか。